こだまに出てきたいと思います。では、聞いてください。雪降り積もりとっても冷てい、あっさり天国へと旅立っていたお父さん、残されたものらば決められた通りに、何の気に身を任せて、悲しみは寂しさへと全国されて一年僕も今ずっと戦い続けて、お父さんいろいろあったよ、病室での泣き笑い、一つ一つ思い出してはまぶたが熱くなる。ご先祖と挨拶終わりましたか、しばらくこちらで頑張って、お別れの時も雪に足を取られながら、たくさん見送ってくれたよお父さん、だれも同じステージの階段に、神楽の戦士旅路の共に日本添えておいたよ、綺麗な声が今でも聞こえてきます、カラオケ大好きな高台お父さん、グランドゴルフいつも動き回っていた、せめて今一度元気になれて叶えてあげたかった、こちらで頑張っていきます、でも今時には私の住まれる場所の隣に取っておいてください、いくら語りかけても変わらぬ微笑み、想い伝わる緑の秋に。
そろ飽きたでしょうか、最後に